八代目、坂東三つ五郎10月19日から1975年1月16日は、日本の俳優、歌舞伎役者。野号は山和屋。縄文は三津王。河右衛門は花勝美。本名は森田敏郎。青年期より、仇役や吹け役を得意とし、重要無形文化財保持者にも認定されたが、不具読にあたって急成した。孫に、 女優の池上き美子がいる。歌舞伎に限らず、近代劇の創始者の一人である、幼いカオルの影響を受けて、1932年には劇団新劇場を設立している。その後は、東方劇団、関西歌舞伎を経て再び東京に戻った。孫の十代目、三つ五郎の回想によると、読書家、博識家で役作りのために、 国立国会図書館に連日赴もむいて資料を探したというほどの勉強家だったという。坂東流の家元として踊りの稽古はとても厳しいもので時には殴る蹴るで教えることもあったという。東方劇団時代には俳優の伊藤雄之介に厳しい態度で臨んで自殺寸前にまで追い込んでいる。ただし結局は本人のためになる、いわば愛の無知なのだと人に漏らしており、 高年伊藤が大成してからは優しくなったという。母親がオイルと毎日欠かさず食事を自ら用意した。口に合うよう苦心していた親孝行ぶりが伝わる。晩年は人間国宝に認定されたりする一方で、その過程は不遇だった。妻と死別の後再婚した女性が、ィエンのしきたりを全く守ろうとしない人物で、これが元で、娘夫婦と次第に不仲となり、 女性の七代目バンド之助スケや孫の五代目、バンドやソ助と舞台を共にする機会は皆無となってしまっていた。八代目三つ五郎は諸賀骨董の収集で有名だったが、口述する休止の後、そのほとんどがこの再婚相手によって売却されてしまったという。八代目三つ五郎は美食家としても有名だった。日頃よりあらゆる美食を楽しんだが、庶民の味には疎かったらしく。 孫の十代目三つ五郎がまだ少年だった頃、一緒に初めて札幌ラーメンを食べて、世の中にはこのようなうまいものがあるのかと驚いていたという。八代目三つ五郎の旧止は、以後、不具中毒といえば、三つ五郎の名が必ず例に挙げられるようになるほどの大事件だった。この事件は、危険を承知の上で毒性の高い肝を実に4人前も、食らげた三つ五郎がいけなかったのか。 フグ調理師免許を持っているはずの板前の包丁ばきがいけなかったのかで従前にはなかった大論争を引き起こしたことでも名高い。法廷ではもう一皿、もう一皿とせがむ三つ五郎に板前がしぶしぶ料理を出したことが争点となった。当時はまだフグ中毒事件を起こした調理師に刑事裁判で有罪判決が下ることは稀だったが、 結局この事件では、渋った板前が調理をしくじったことに変わりはないとして、業務上過失致死罪及び、京都府条例違反で、執行猶予不の禁固刑という有罪判決が出て、世間を驚かせている。女性に9代目、坂東三五郎、孫に10代目、坂東三五郎と女優の池上きみ子、総尊に2代目、坂東三之助と女優の森田直、おいに、 時はずせつ邪魔戦型の11代目ガン、沢式佐がいる。また、実刑に映画監督、プロデューサーの青柳信を、実前講師の夫に2代目、中村又五郎がいる。ありがとうございます。